こんにちは、兄です。グリッドマンブルーレイ第4巻開封の儀を取り行いたいと思います。まあ、いわゆる開封動画ですね。でね、ブルーレイもついに最終巻来ちゃいましたよ。これでおしまいでございます。僕はね、キャニメ特装版、即尾がくっついてるやつを購入したんですけども、第4巻がここに入っていて、そしてこれが即尾ですね。で、このボックスもついてきて、あと、特典でこれ、クリアーケースとステッカーが入ったやつ、これもね、くっついてきました。で、そうね、もう開けてこうか。よいしょ、ボックスの方、これをね、ちょっと出していって、はい、はいって出てこないや。よいしょ。あー、ちょっと待ってね。はい、出しました。ビニールにみちみちに入ってるんで、引き出そうとするとね、角潰れそうだったから、もうビニール切っちゃいました。で、ボックスのね、あと見ていこう。おー、危ない危ない危ない。ブルーレイが飛び出てきた。よいしょ。で、まずこちら側ね。はい、ドーンと。ここにね、ゆうたくんとうつみがいて、そして、りっかママがいて、ボラーがここにいて、で、後ろにマックスですね。うん、でここら辺のねちっちゃいところにあのシラスの2代目がいて、これはね、これはあれかな、YouTube 軍団みたいなやつ、なんだっけ、アルカディアの人たちが3人いて、そしてここに名前忘れちゃった、第1話でスペシャルドッグ潰しちゃった女の子ね、いなくなっちゃう女の子、ラーメン屋さんの娘ですねがここにいて、そしてよっと、はい、背拍子的なところはアカネチンがドーンといます。いや、アカネチンかわいいね。はい、下はここまでね。で、上の部分にね、こうバーってきてんだけど、これがね、アンチ君のマフラーがこうバーってきてるような感じだね。そして後ろ側っていうかね、反対側はリッカちゃんがねバチコーンといて、そして横にサムライキャリバーいて、で後ろに飛行機の人、名前なんだっけ、名前がビットさんがいて、後ろにいるこの人は、これはアルカディアの人だよね。でこの子たちは誰だっけ、もうわかんないな、あんまり話に絡んできているようなイメージがないんだけど、まあ学校のお友達的な子かな。で下の方に行くと担任の先生がいて、アンチがいて、でハスとナミコがいるというね、そういった感じで、まあ学校にいるっていうか、登場していた、ね、人たち大体こう箱にいるみたいな、そういった感じですね。まあ唯一いないのはアレクシスがいないとか、そんな感じかな。うん、他ほとんどね、なんとなく名前とかが出てくる人たちは書いてあります。そしてよっと、こういった感じでブルーレイの4巻が入っていて、横のこれが即尾だね、出してみましょう。よっと、まず4巻が、はい、こういった感じで、あ、スペシャルイベントチケット優先販売期間、あ、これちょっとまた申し込まなきゃね。で、まあ内容はいつもと同じような感じで、ブルーレイとあとね、結構いろんなことが書いてあるブックレットがついていてみたいな、そんな感じですね。10話11話最終話の3話が入っております。そしてソフビは、はい、感じになっていて、中見えないタイプのね、色が青っぽい感じな、一番最初に登場するね、ソフビですよね。一番最初に登場するソフビじゃなくて、一番最初に登場するグリッドマンのソフビですね。これはね、後で開けようか、ちょっとね、今じゃなくて。そしてそうだな、やりたいのはもうここにね、詰めたいんですよ、一巻から。2巻ね、これを入れて、そして2巻よっと、はい、入れて3巻、はい、そして最後の4巻、これがここに入って、よっ
っと、やった完成です。なんだろうね、この満たされる感じ、何かが揃ったこの瞬間、ピースがはまった瞬間みたいな、もうほんと最高ですよね。これで、グリッドマンのねアニメ全部揃いました。あとあれユニオンのミュージックビデオの DVD ブルーレイが発売になったんだよね。であれがそのね、このアニメのお話の最後の実写のパートのところからの続きみたいなこう雰囲気になってるみたいだから、それちょっと見てみたいんだよね。でまだ買ってないからね購入したいんですよね。あれはあれで話になってるのかな、ちらっとなんかその YouTube とかでアップされてるやつ見た感じではこうイメージビデオ的なね、そんな雰囲気で最後に出てきた実写の女の子がこう学校に向かって行ってるみたいな、そんな感じに見えたんだけど、なんかね話のオチみたいなものがまたそこにあると嬉しいなみたいな、うん。で、あとクリアファイルも見ていこうか。本当に今日ダラダラの動画ですいませんね。あー、ビニール袋がくちゃくちゃな感じになっちゃった。はい、これなんて言えばいいんでしょうかね。原画の絵みたいな感じな。そういう風に言えばいいのかな。お金ちんがいて、そしてなんかこうね、いわゆるメモ的なもの、こう2号影とか、ボタンホールとかね、そういった言葉が書いてあって、反対側はこれはグリッドナイトかな、グリッドナイトだよねちょっともうねすぐにねいろいろ忘れちゃうんですよ僕は、ほんとダメで。でこっちが黄色い感じでゆうたくんのアンチで、あ、これは嬉しいね、グリッドマンの昔のね特撮の時のグリッドマンの顔ですね。ここにこう注意書きが面白い、動画様、SSSS グリッドマン最後の決めカットなので作業丁寧に何卒よろしくお願いします、ムタグチと書いてあってね、ムタグチさんってスタッフの方の名前ですよね。はい、で反対はこれはアカネチンかな、うん。いやーこれ使えないよねこういうの、クリアファイルのね、こういった特典のやつって、やっぱ何使ったらいいんだろうね。僕全然使ったことなくて。で、ドラえもんミュージアムのね、こういうクリアファイル持ってるんだけど、それ、すごい可愛くて、で、使ってたんだけど、やっぱボロボロになってくっていうか、どんどん剥げてっちゃうんだよね。だから、これも剥げてっちゃうのかな？なんか擦れて、なんかおかしくなっていくっていうかね。だからこれもちょっともったいなくて使えないというか。そしてステッカーは、はい。こういった感じなステッカーで、ちょっとこう、ツヤがないような感じで、白と黒のツートン。全身のね、お姿のグリッドマンと、あ、グリッドマンじゃないや。こっち側はアンチ君だ。グリッドナイトだ。で、ね、お顔の横の部分。こうやって、まあ、白と黒っていうところで、それでね、まあこうちょっとキャラのイメージを分けてるってところなのかな、うん。これ1枚で、あ、違うね、ここにこうちっちゃく線があるから顔だけとかね、これ全身もここの縁に沿って線があるっぽいから、まあ、この部分だけで貼れるっていうことだね、うん。いやー、これはこれでまた嬉しいんだけども、どこに貼っていいんだか分かんないっていうそんな感じだね。さあさあ4巻ね、早く見なきゃ。僕はね、もう何にも話を覚えてないんですよ。何にも話を覚えてないって言ったら嘘だけど、こういったね、お話ものはね、1ヶ月ぐらいすると頭の中から全て消去されちゃうんだよね。これね、僕自分でも不思議っていうか、多分何かしらの病気に近いものだと思うんだ。その短期記憶はあるんだけど長期記憶が保てないっていうか、でそのすごく大事なことは覚えてるんだけど、こういう
そのアニメのお話だったりとか映画のお話だったりとか見た瞬間から1週間ぐらいは鮮明に覚えてるんだけど、そこを過ぎるともう全くダメなんだよね。まあ面白かったとかつまらなかったとかそういった感情の部分はしっかり残るんだけども、話の内容とか細かい部分っていうのはもう全てなくなっちゃうっていうか、うん、僕の動画をずっと見てらっしゃる方はわかると思うんだけど、こいつ本当に物覚え悪いなっていうか、すぐに忘れるなって思ってたと思うんだよね。で、もう本当そうで、だから3ヶ月ぐらい経つともう何にもないみたいな、そんな感じなんだよね。で、またね、新たな気分でちゃんと一話から見えるっていうか、うん、まあ全く覚えてないわけじゃないんだけどね、もうほぼほぼ初見と同じぐらいな感じで楽しめちゃうんだよね。だからうちのね嫁様曰くすごいお得じゃんって言うんだけど、正直ねこういうそのねレビューじゃないけども喋っていくときに記憶が曖昧になっていたりとか、さっと言わなきゃいけないときに覚えてないっていうのはね非常に不便だなっていうのはあるんだよね。で、そうこのね側尾の青いやつ、確かなんかをきっかけに赤くなったっていうのは覚えてるんだけど、それが何だったかとかはもうね覚えてないんだよね。もうグリットマンの第1話4回か5回見てるんだけどね、それでももう覚えてないっていうね、おかしいよね、うん、で勉強に関してもそうなの。その短期記憶はしっかりしてるから、だから覚えてねテスト受けるっていうのはそれは全然大丈夫なんだけど、それが長い期間空けてってなるとダメなんだよね、うん、だから暗記物はそんなに得意じゃないっていうか、その常になんていうの、毎回繰り返し繰り返しもう1ヶ月おきぐらいに入れていけば全く問題ないけどもね、ちょっと間空いちゃうとしんどいみたいな。だから得意なのは数学とか物理とか、あの辺はねその覚えるとかじゃないっていうか、その数学公式を覚えなきゃっていう人いるけども、あれはね公式を覚えるんじゃなくて、公式はね導いて作られたものだから、あれは覚えるもんじゃないのよ。どういうシステムで考えてこういう公式っていうものができてるんだっていうのを理解しちゃえば、後で忘れちゃっても、あ、こういう流れで公式ってできてたよなっていうのは覚えてるから、自分でねそれをやればまた公式が出来上がるから全然問題ないっていうか、で覚える内容もそんなに大したねことがないから、その数少ない覚えたものを組み合わせていくことによっていろんなことができちゃうっていう、まあそれが僕は数学物理が好きなところなんだけども、うん、だからねシンプルなものがすごく自分に合ってるっていうか、実生活では覚えてなきゃいけないことっていうのをねこう忘れていっちゃうから、メモ書きが僕は必須っていうか、もう多分ね発達障害のなんかだと思うんだ。自分が子供の時はそんな言葉、何の話になってんだろうねこれ、グリットマンの話したのに全然違うことになっちゃったね。まあいいか、もうこのまま喋っていこうか。その発達障害って言葉がなかったから、で自分がそういうね病気じゃないよね、障害だよね、障害を持ってるとかも考えたことはなかったんだけど、なんかいろいろね調べたりとか読んだりすればするほど、あれ俺発達障害なのかなみたいなねそういうのをこう感じてくるっていうか、うん、だからきっとね長い期間物を覚えてられないとかそういうのもそうだと思うし、メモ書きしてねうまく忘れないで今日やらなきゃいけないことを全部ね一個ずつこなしていくとかって、それは多分自分の中で導き出したそのうまく生きていくための方法みたいな、うん、まあそれでもねうまくいかないっていうか忘れちゃうこととかもいっぱいあるんだけど、そうだからね動画も結構ね撮るの大変なんですよ。まとまって系統だって何かをやるっていうことがちょっと苦手だから、喋ってる内容もいろんな方向行くでしょ。でね雑談とかだったらそれでいいんだけど、レビューとかになると結構いろんな方向に行き過ぎちゃうとわけが分かんない動画になっちゃうから、だからテイク数がね半端ないんですよ。もう一個の最後の感想で
2,30 テイクは毎回撮ってるっていうか、喋ってる内容がもうどんどんおかしなことになっちゃって、ダメだこれってなって撮り直しっていうのをね、それを何度もやってるし、でちゃんとねシナリオじゃないけどもこう台本書いてやればいいと思ったんだけど、そうやってやった時も一時期あったんだけど、台本書いても台本通りにいかないんですよ。もうほとんどもう途中で、あ、これも言いたかったと思ってどんどん挟んでいるうちにもう台本の意味が、ね、なくなってちゃって、方向がもうむちゃくちゃになっていくみたいな。だからもう台本っていうよりかはこれは絶対言いたいっていうことをこうね、箇条書きみたいな感じでメモに書いておいて、でそれを見ながら、あ、これ言わなきゃみたいな感じでこう言っていくみたいな、そういう感じでやってるんだよね。うん、そうなんですよなんだかよくわかんないけど、僕のこう動画撮影の裏事情的な話にもなってきちゃってるね。うん、まあそんなことはどうでもよくて、そうそう。でね、グリッドマンね、まあ、ここで一段落なんだけども、おもちゃの方がこの後ガンガン来るっていうところで、今ね、届いてるのはこちらでございます。アクティビルダーね。このフィギュアが届いてるんですけども、これのね、動画はね、ちょっと遅れるかもしれないんだけど、必ずやろうと思っております。で、そうね、ざっくり今少し遊んだ感想を言うと、ちょっと人を選ぶっていうか、フィギュアのサイズはね結構ちっちゃいんですよ。こんぐらいのサイズ、今ね近くにあるものと比較すると、ソフビヒーローのソフビと並べるとこんぐらい、かなりちっちゃいんだよね。うん、食玩の長老とかと同じぐらいのサイズになります。で、そうですね、こいつはね結構よく動くんだけど、肩周りとかね、首周りの部分でポロリが頻発するので、そういったところでちょっと遊びづらさがあったりとか、で、これにね、アシストウェポン、こう、くっつけていって、ね、合体していくわけなんだけども、アシストウェポンもこんな感じなんですよね、結構ちっちゃいの。だこのサイズで合体するっていうのはね、しんどいっていうか、かなり細かい作業になるから、そういったところで、ちょっと遊びづらさっていうのはあるかなみたいな、それが今ね思ってるところで、ただこのねちっちゃいっていうところはすごいメリットにもなっていて、このね今現行で発売されている怪獣ソフビ、こいつらとねちょうどいいんですよ。だから変形合体の工程を楽しむ人っていうのは遊びにくいっていうねところでダメ出ししちゃうかもしれないけども、こういったまあソフビの怪獣と戦わせたりとか、ジオラマ遊びでねなんかこう写真撮ったりとかっていう人とかはすごくこう楽しめるんじゃないかなみたいな。だからまあストレスは感じてるんだけども、それ以上に僕はねこのソフビの怪獣と絡ませて遊ぶのが楽しいなっていうところで、悪くはないと思います。まあね、ただ値段はちょっと高めだし、そういったところでねこのフィギュアはもう超おすすめですとまでは言い切れないところはあるんだよね。うん、その辺を踏まえて気になる人はね買って見たらどうかなっていう感じなんだけども、まあそのね、なんていうの動画を見て決めたいなっていう人は待っててもらいたいんだけど、じゃあさっさとやれよっていうね、さっさとやりたいんだけどね、これはねすごいこう自分の中で消化しきってからなんか動画作りたくなっちゃって、なんか中途半端にねこういきなりファーストインプレッションでこれにダメ出しするのはちょっとどうかなみたいな気がしちゃって、だからまあ少しね待っていただけると嬉しいです。3月中にはなんとかねしたいなと思ってるんですよね。まあ後ろもこんな感じで、ちょっとアニメのね洗練された感じなグリッドマンというよりかはやや泥臭い感じなねリアル系というかなんというか、少しこう汚れてるわけじゃないんだけども、色がね、こうトーンがこう少し暗めな感じになっていて、まあこれはこれでいいと思うんだけど、まあ、アニメの鮮やかな感じなね、こうシャープなグリッドマンっていうのをこう望んでる人は少し違う感あるかもしれないですね。はい、まあそんな感じで、あとね、これもね、もうどんどんいろいろ追加であれなんだけどね、はい、こちらも
2月の末だったかな、届いて、なんて言ったらいいんだろう、これオフィシャル同人誌的なものって言えばいいんでしょうか。トリガーさんからね発売されたもので瞬殺されましたね。転売屋この野郎みたいな状態だったんだけども、まあ、受注生産で普通に購入することができてよかったです。表紙がねもうすごいいいんだよね。でグリッドマンってここね、これはなんて言ったらいいんでしょうかね、ちょっとこう盛り上がった感じになっていて艶があってね。であとね、あかねちゃんのねこの目の横のところにね涙が少しこう溜まってるんだけど、その部分もね少しこう盛り上がっていてツヤがあってね、角度を変えると本当にこうキラキラしてすごい綺麗なんだよね。これはねめちゃくちゃ嬉しいですね。中は見せれないんだけども、目次的なところを見るとこんな感じでね、この、まあ、中の絵を描いてらっしゃる方々の名前がバーッと載っていて、でもうパラパラねパラ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 と、はい、こんな感じで、最後の方とかにはね監督の漫画があったりとか、すごく楽しいね冊子になっております。はい、まあそういうわけでグリッドマンねブルーレイ4巻届いて、これからねちょっと4巻を見てまたねグリッドマンの世界に行きたいと思います。グッスマさんのフィギュアが4月かな、それも予約してるので、そちらもね届いたら動画の方も作りたいと思います。はい、ぐちゃぐちゃな雑談でございました。それではまた次の動画で、バイバイ。Yeah.